作られなかったお地蔵様。母の実家は資産家なんだが、ある言い伝えがあった。ある男が悪い神様に、金持ちにしてほしい、と毎日毎日お願いした。ある日、その神様が、子供と引き換えにするなら、金持ちにしてやる、と答えてくれた。その時結婚すらしていなかった男は、二つ返事で引き受けた。その後、男はトントン拍子に金持ちになった。そして、以前から好意を持っていた女を嫁にもらい、幸せな毎日を送っていた。ところが、幸せな日々は簡単に崩れ去った。最初の子は、目が真っ白な状態で生まれ、数日で死んでしまったのだ。さらに、次の子は頭がなく、人間の形すらしていなかった。この時になり、男は神様との約束を思い出し、神様に何度も、もう金はいらないから子供を助けてほしい、とお願いするが、神様から返事はなかった。やがて嫁は三人目を妊娠。様子のおかしい夫に問い詰めたところ、夫はすべてを白状した。嫁は巧妙なお寺に行き、事情を話し、なんとか子供を守ってほしいとお願いしたところ、子供を守るお地蔵様を祀るようにと勧められた。そして、庭の一角にお地蔵様を建て、毎日毎日、子供を守ってください、とお願いした。すると、五体満足で元気な男の子に恵まれた。これでもう大丈夫、と安心していたが、次に生まれた子は真っ白な子で、すぐ死んでしまった。二人は次から、妊娠するとお地蔵様を準備し、生まれるとすぐに、お地蔵様にお願いするようになった。その後、生まれ子は皆丈夫に育ったため、本家では子供が生まれると、すぐお地蔵様を建てるのが習わしとなった。ちなみに、お地蔵様は、本家筋の人間の分しか建てない。死んだ場合、また、女の子は、よそに嫁に行くとお地蔵様を撤去し、一番奥にある、一番古く大きなお地蔵様に合併させる。また、長男以外は後取りではないが、分家筋の長になるためお地蔵様は残しておくが、その嫁やその子の分は立てない、という決まりがある。現在は、後継ぎであるおじ、母の弟、と、その男兄弟三人分とおじの子三人分と、おじの長男の子二人の旧体がある。はずなんだが、実は八体しかない。祖父の代の話になる。当時の長は曽祖父でかなりの暴君だったらしい。女関係にだらしなく、複数の女と関係を持った。そして、後継ぎである祖父もかなりの暴君で、あちこちの女に手を出しつつ、身元のしっかりした女、俺の祖母、と結婚したが、祖母とはうまくいっていなかったようだ。祖母が女の子、俺の母、を産み、さらに後継ぎである男の子を産んだ後、二人はほとんど会話もしなくなった。そして祖父は、以前から関係のあった、元芸者を家の離れに住まわせるようになった。その元芸者が妊娠し、もうすぐ出産という時期に、後継ぎである長男が流行り病で死んでしまった。直後に生まれたのが男の子であったために、曽祖父は激怒した。芸者の子供を後継ぎにするわけにはいかん、と。そのため、生まれた子供の出生届は出されず、また、お地蔵様も作られなかった。2年後、祖母が男の子を産み、やっと元芸者の子は出生届が出された。だが、なぜかお地蔵様は作られなかった。おそらく、もうすでに元気に育っていたから必要ないと判断されたのだろう。実際、おじはその後もすくすく何の問題もなく育った。お地蔵様を作られなかったおじだが、実はおじの子が全員アウトだった。長女は耳が聞こえない上知的障害がある。長男は内臓疾患に加えて骨形成不全症がある。次男は脳に障害があり寝たきり。本来お地蔵様が作られないことで、守られないのはおじだったはずなんだが、
なぜか叔父の子が全員障害を持っているのは、やはり何か影響があるんじゃないかと思うが、当然、そんなもの立証できるわけもない。叔父の子もいい歳なんだが、誰一人として結婚できず、いや、結婚できないどころか、親の介護が必要な状態で、叔父の家は叔父の代で姿を消すことになる。改心の時期。数日前の実体験です。知人のおばあさんが、我の強い怖い人だけど、自分の母親の話をする時だけは顔つきが穏やかになる。その人から聞いた昔話が原因。そのおばあさんの母親、仮に A さんとする、は、おばあさん含め6人の子供を産んだ。6人目の男の子供が2歳の頃に、A さんの実母が病弱で、危篤を知らせる電報が来たそうな。けれどすぐには実家に帰ることができず、結局実家に帰れた時には、実母は亡くなっていたらしい。A さんは元来気が強く、性格もきつい人だったらしいが、実母の死に目に立ち会えなかったことが悲しくて、夢でもいいから会いたいと願っていたそうだ。そんなある日、願いが叶って母親が出てくる夢を見た。ところが、夢に出てきたのは実母じゃなくて、旦那の母親、つまり義母、姑にあたる人。しかしこの義母は、旦那が14歳の頃にすでに亡くなっていて、写真でしか A さんは知らない。その義母が夢に出てきてこう言った。もうすでに、息子の席はこちらの世界に用意してあります。49歳になったら息子を迎えに来ますからね。当時 A さんは40代前半で、旦那さんは47歳だったとのこと。子供6人いて、一番下の子がまだ2歳だった A さんは、まだ主人を連れて行かれては困ります。どうか下の子が一人前になるまで、迎えに来るのを待ってください。私はそのためなら、不足を言いません。人に尽くしてこれからは行きます。と誓いを立てて、毎日仏壇に手を合わせながら祈り続け、自分の幸せなんて顧みず、時には訪問販売とかの詐欺にあったりしても、人に蔑まれたり、嫌がらせを受けたりしても、人を恨んだらその分自分に返ってくるかもしれない。私のせいで主人の寿命が縮まるかもしれない、と思って、それまでの気の強さが嘘のようにつつましく生きたらしい。当時、子供が一人前になるというのは、成人、ではなく、結婚して家庭を持つ、ということ。それから20年後、22歳になった春に結婚した下の子供を祝った年の秋口に、突然何の前触れもなく、旦那さんは亡くなったという。つまり、67歳まで生きたわけだ。旦那さんが亡くなったのは悲しいことだったが、義母が祈りを聞き届けてくれたのかと思った A さんは、それからも自分の生き方を変えることもなく、90歳くらいまで生きたらしい。そんな話を突然聞かされて、わけがわからないまま自分は、はあそうですか。すごい話ですね。と相槌を打ってただけなんだけど。ぶっちゃけどうでもよかった。で、話を聞いたその後、友人と遊ぶために、友人、仮に B とする、の家に、そのままの足で行った。友人 B の家は、おばあちゃんが昔、お祓いする人なんだかそんな感じだった人とかで、客間見物間には、ものすごく大きな仏壇があるんだけれど、いつお邪魔しても、なんだか仏壇が大きすぎて、緊張して落ち着かない。友人 B の母親は気質の優しい人で、霊とかそういうものが目で見えるわけじゃないけれど、何かがいるとか気配で敏感に感じる人だという。で、いつものように友人の家に行き、客間、仏間、に、勝手知ったるでは言って行ったとき、その和室の敷居をまたいだ瞬間に、体から力が抜け落ちてしまって、なぜかその場に座り込んでしまった。なんだこれ?と疑問に思うし、意味がわからないし、でも立ち上がる気力がないしで戸惑っていたら、B のおばさん、母親ね、が部屋に入ってきて、〇〇ちゃん、
うちに来てほっとしたでしょう。どこからかたくさん引き連れてきてた。全部 B のおばあちゃんが落としてくれたわよ。だってさ。で、おばさんに肩を叩かれた後、いきなり体が軽くなって立ち上がることができた。そういえば知人のおばあさんと別れた後から、なんだか体が重いなって思ってたことに、その時になってようやく気づいたんだ。しかし、B のおばあちゃんはもう亡くなっているんだけどな。まさか仏間にいるの？自分は霊感とか一切ないので、何か不思議な体験でした。そんなでいいんか。じゃあ昨日起きたことでも書かせてもらうよ。昨日学校の帰りに友達ん家に泊まったんだよ。で、遊んでる途中に友達が、こっくりさんがしたいって言い始めて、とりあえず俺も賛成した。それで部屋真っ暗にして始めたんだよ。けど20分ぐらいしても、何も変化がなかったのね。とりあえず携帯でやり方とか調べて、やり直したんだ。そしたら、10分ぐらいして、ちょっとずつ10円玉が動き始めた。で、どっちが質問するかってことで少し揉めたんだけど、友達が質問することになったんだ。それで友達が、こっくりさんこっくりさん。僕は高校卒業を、どこへ行きますか？って聞いたんだ。そしたら、地獄、って動いたんだ。次に、僕に彼女はできますか？って聞いたら、すごい勢いで10円玉が、いいえ、の方に進んだ。この時ばかりは腹抱えて笑ったね。まあそんな感じに、ネガティブこっくりさんやってって、たまに動いてる10円から俺だけ指離したりしたけど、ギュンギュン動いてた。と、まあ中途半端で、グダグダのまんま終わらせた。そしたら今朝友達が、夢で女の人の手が俺を掴んだ。って言い出したけど、それは置いといて解散した。いいんか、そんなでいいんか。てか、きちんとお帰りいただいたのか？ああ、やってなかった。まあけど友達ん家に置いてきちゃったし、友達もまんざらじゃなさそうだったからな。一応、魔除けとかは教えといたけど。茶色さん。久しぶりに金縛りに会った。足元からじわじわと、40センチはある茶色いドロドロが張ってくる。胸まで来たらやばいと感じた。だが、精神と肉体の腫瘍を施した私は一味違う。恐怖を押し殺し、心で何度も茶色を罵倒する。たじろぐ茶色。とどめ。溶けてなくなれ。で、茶色は透明になって消えた。気分はすっかり、寺生まれの T さんである。得意げな気分で眠りについた。数日後、掃除をしていたら、布団の足元にカーテンで隠れていたバッグがあった。その中を漁ると、袋に入った茶色の塊が、数日前、母にもらったビーフシチューでした。茶色はきっと、食べてもらえなかったビーフシチューの霊。本当にごめんなさい、茶色さん。